ストランドでラーメン屋さんに入りました。椎茸醤油ラーメン。店内はね、流れてのラップだし、店員さんは日本人いないという斬新な感じで、まあね、海外行ってもラーメン屋さんって日本人がいるもんだと思い込んだんですけど、その常識を打ち破られるラーメン屋さんでした。今から食べてみます。